演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらのおはく団子というものを食べてみたいと思います。これ北海道のお団子らしいですね。まずこれがこしあん、醤油、みたらしとは違うのかな。で、ごまで、くるみ。くるみって結構珍しい気がしますね。お餅とかだとあるのだったかな。そう、北海道産のうるち粉、砂糖、小麦粉を使用しています。と、ではこの一番気になったくるみ団子からいただいてみましょう。これどうやって開けよう。どうやって開けるって言えないと、こんな緑って話ですよね。でもこれ串までべったり垂れついてますけども、汚れる覚悟で行くしかないですね。完全にくっついとるな。こんな感じですね。ではいただきます。この甘さと食感、今まで食べたことのないお団子ですね。これというわけで4種類全て食べ終えました。なんかちょっと途中でいろいろトラブルもありましたが、で今回のお気に入りなのですが、まず4位はこしあんかな。ちょっとまあ季節のものなんですが、ちょっとくっついてしまっていたので食べにくかったです。あんこ自体はさっぱりした甘さで美味しかったんですが、置いておくと硬くつきついてしまう可能性がありますという注意書きは、まあこれあくこに限った話ではないんですが、ちょっとですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。まあ自分の保存の問題もあるんでしょうね。で、次は、ごまと醤油が同率で、こちらの点数ですね。ごまは、ちょっと黄色ごまで、のペーストがなっていて、食べた瞬間に、まあ、団子のもちっとした食感が、食べた瞬間に団子の、もちっとした食感と黒ごまの香ばしさを口中に感じることができて、とっても美味しかったです。あ、言い分忘れましたけど、団子自体はどれももちっとしていて、甘ささっぱりの味わいがあって、とっても美味しかったです。普通のスーパーのお団子に比べると甘みが強い感じがしましたね。あれもやっぱりこういう風に丁寧に作っているということなんでしょうか。そしてお醤油は、まあ、いわゆるみたらし団子ですね。甘くさっぱりとしたタレがよく絡んで、とっても美味しかったです。そして一番気に入ったのが最初のくるみ団子ですね。くるみなのでちょっと香ばしさもあって、タレとしてよく絡んで、ごまとはまた違うんですよね。それがでも美味しかったです。くるみ餅っていうのもどっかであった気もしますね。ごへい餅は聞いたことあるんだけどな。またそういうのも食べてみたいですね、現地に行って。というわけで本日は北海道産ほはく団子を食べてみました。それヘビにまで避けられるなり我が骨はどれだけ嫌われてるんだろう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。